僕は買ってみました。遊んでみたいと思います。サムライ防具とはこのリモコンを使ってこうやってやると動く、コントローラーを振ると、このロボットが、同じように動いてくれるというおもちゃです。これで戦いたいと思います。今日やるのはこの4つの竹をどっちが先に切れるかっていう勝負をしてみます。ではやってみます。よーいスタート。もう手がいい。2対1で黒が負けてます。黒があれを倒せば同点ですが、黄色が倒しちゃうと黄色の勝ちになります。負けました。黄色が勝ちです。黄色が3個で3対1で黄色の勝ちです。こんな感じの勝負です。じゃあ次はこけたら負けっていうやつをやってみます。これはもう普通に戦って、いや、それはそのままで、こけたら負けだから、もう普通に戦う、こけたら負けのゲームです。切り合って倒れた方が負けになります。じゃあやってみます。
これうまい、うまい、頭を切った、頭を切った、頭を切った、どうも人目にまで触れないですね。頭が取れた、頭が取れましたね、今二人とも頭が取れてます。二人は頭取れてます、やった、勝ちました。今度は黒の勝ちです。黒が勝ちました。1対1ですね。こんな風にして遊びます。以上です。楽しいです。